仕込み1第一勧業銀行富士銀行日本工業銀行が統合しみずほ銀行としてスタートした2002年4月1日私は IT 系ベンダーとしてまさに現場にいました華々しく統合でテープカットされたと同時に ATM や口座振り替え振り込みができないというシステム障害が発生本番稼働のため銀行関係者 IT ベンダー関連会社など全員が死ぬほど頑張りましたが障害を防ぐことはできず ありとあらゆる人材が1999年以来の主導権争いで疲弊システム統合以外のくだらないことにあまりにも多くの時間が浪費されてしまいましたお疲れ様です社畜ジャパンです今日は水穂銀行のシステム障害に巻き込まれた現場の口コミを紹介します口コミ2水穂銀行の歴史はシステム障害の歴史2002年の統合当時東日本大震災そして2021年の11回の障害 身近な話だと、親父の兄が抗議のシステムをやっていた。ただ、水穂統合あたりから過労と胃潰瘍で3回くらい入院していた記憶がある。2度あることは3度あるって、こういうことだと学んだ。口コミ3、水穂の案件には関わるな、の合言葉は、あの当時の本当の話。水穂と関わるイコール、内部紛争中の戦火に入り死ねと言われるようなもの。ざっくり言うと、最新の富士のシステムを一番劣化した第一勘銀に合わせてダウングレードさせる。 そんな政治的なメンツありきの無理ゲー大量に雇った技術者がその後大量に放出コンピューター業界や技術者たちにも影響を与えたりと全くいい記憶がありません口コミ4新卒の時にメンタルが強いという理由だけでみずほの統合案件をやらされそうになった結局やらなかったけど行った人は辞めるか死ぬか廃人になるそんな戦場そして何人かは実際に曇ってしまった 確かにシステムは利益を生まないでも利益を生むためにはシステムを活用しなきゃシステムは人間に例えるなら5増6分に一致するしっかり調整しないとおかしくなるのに頭に位置する経営陣が甘かった口コミ5ドキュメントを紙へ出力する際の A4 だのといった紙のサイズの統一すら取れていないような名ばかり統合でしたしかも統合発表から数年経ってもそんな状況 私は3校のうちの1校で定期預金を組んでいましたが、業務から離れた直後に即解約。数年前に聞いたときでも、まだ小さなところで主導権の奪い合いをしていたとのこと。中の人たちの苦労は計り知れないものでしょう。私は早々に離脱して正解でした。口コミ6、1999年当時、日本 IBM で現場保守の下っ端をやっていました。 統合発表の時に、富士銀行のシステム担当にどのくらい話が煮詰まっているのかを聞いたら、少なくとも現場に何の打診もありませんとのこと、間に合わないのではとシステム担当に話しましたが、まあなんとかするだろうで話は終わり、感情系システムが富士通で一本化されるとより態度は悪化、うちらは手を引くのだから関係ないと無関心を決め込んでいました。口コミ7 水ほ銀行に関しては統合前から失敗フラグを垂れ流ししていたので避けていた。当時から言われていた IT 業界の常識として、技術者の人数を後追いで増やすと、システム完成までの時間が倍々に伸び、かつエラーが倍増していくというものがある。なぜなら新規の技術者への説明に費やされる時間は、システム開発の時間と同じだけ必要。最初から意を同じくしていない人たちにシステムを正しく理解させることは難しい。 そして技術レベルがばらつくことになるから。口コミ8、派閥争いは激しかった、サプライ品や重機備品の発注先以外にも、ビル内の売店も各行が個別に契約先を連れてきていた。統合当初は、旧銀行間の行員同士も仲が悪すぎて、支店間の連携すらうまくいかず、強制的に近隣店舗間で行員を半分シャッフル、IT 部門のプロパーは2、3年でプロジェクトリーダーが通例なので、当然専門家はおらず。 そんな状況だからシステム障害も他人事と,と言わんばかりの社員も多かった。口コミ9。三校統合時の障害発生時プロジェクトに参加していた。みずほの偉いさんが営業開始日の1週間前に仕様の変更を言い出した。ダメならうちの会社を切って中国かインドの会社にすると脅迫。こんな状況だから私や仲間の社員たちは絶対事故が起こると予想。 プログラム自体は1週間で組めるが、組んだシステムが正常に動くか調べるには、最低でも1ヶ月は必要。インドでも中国でも1週間でバグなしのプログラムを組むのは無理だろう。案の定、営業開始日当日に不具合が起きた。口コミ10。本当は統合前にシステム面を調整する必要があった。ただ、経営陣には金さえ出せば何とかなるという安易的観測で進めたことが問題の始まり。 第二次障害東日本大震災の時に働いていたが地獄そのものだった数ヶ月でまとめ役の上司が退職して逃げる新しいやつが違った指示を出すそいつもまた退職のループ最近でもゴールデンウィークやなんやにずほがシステムを止めるって CM を見ると今もきっとあんまり変わってないんだろうな口コミ11某有名警備会社で ATM 障害の担当をしていました 水ほの障害が出てミスをすると、凄まじい叱責を受けます。また、大障害が起きたとき、ATM の前で14時間貼り付けになったこともありました。あと、ATM で障害が発生したら、一時対応は警備会社の警備員さんが対応するんですよ。警備員さんは悪くないのに文句言われたりするし。あまり注目されませんが、警備員さんもシステム障害の被害者です。口コミ12。 2017年投稿、銀行のシステム開発案件は肉体的にも精神的にも大変きついことで有名。2002年障害児の汎用 ATM のソフトウェア開発担当者以外にも、表には出てきていないが少なくない人間が開発の最中に亡くなっている。旧第一官業銀行出身のシステム担当者は、うちのシステム開発では死人が出るのは日常茶飯事とことも投げに行った。 こうした評判があるため、銀行案件には絶対に人を出さないというシステム開発会社もあるほどだ。口コミ13、引用求人情報、スキル要件、大手ベンダーをプロジェクトマネージャーとしてのベンダーに適切な指示をし、成功に導いてきた実績、問題解決能力に長けていること、難易度の高いマネジメントの経験、統制が取れていない現状から、マネジメントの基盤づくりプロジェクトに浸透されるため、タフなメンタルが必要。 銀行業界経験あればベター、プロジェクト管理、PM、PMO のいずれかの経験必須、その他の要件、契約社員契約が必要な場合がございます。月額単価130万円未満、スキル面談評価により。口コミ14、実際にその現場にいました、ブロイラーみたいに狭いデスク、Windows732bit で設計書作成途中に落ちる Excel、フロアに対して人が多すぎるため混雑して詰まるトイレ、検証環境なし、 使用を QA するために一つメールを送るのに別部屋に行ってややこしい手順でやり取り、現場リーダーが勝手に解釈し上位管理者と意思疎通できずそこだらけ。他チームの遅延でこっちが影響を受けて遅延、なぜかこっちも責められる。口コミ15。2019年7月18日投稿。水ほ銀行の勘定系システム。この前の3連休で正式リリースとなったのか。 2002年のトラブルから17年、途中でエンジニアが自殺していたり、そうでなくても多くの関係者がたくさんの苦労をしたことだろうな。頑張った金融系のエンジニアたち、お疲れ様でした。口コミ16、2021年の障害に対して、2021年2月からの12ヶ月間に11回ものシステム障害が発生した。障害発生の6時間後の夜の3時に会議をして、切り替え手順を新たに決定して実行。 何度もトラブっているだけにさすがに対応が手慣れている。事故は未然に防げなかったけど患者が死にかけてから最速で蘇生させられました、みたいな話。実りに切り替えた時に誰も知らない商品が出てきた。巨大すぎてもう人が作りしシステムじゃない。口コミ17。60受けとして派遣で行った。ノート PC だけが設置された雑居ビルの一室に外国人がすし詰め状態。2ヶ月間上からの指示がなく毎日座っているだけだった。 ちなみに Java プログラマで採用されたが、プログラミングの経験はなし。基本情報の資格だけを持っていたのに、本当に謎。8000人が一気に作業をしたとか、20万人とか、4500億円を使ったとかいろいろ聞く。でも役に立ったのは、そのうち何人よ。口コミ18。怒りを通り越して悟りが開けそうなレベル。とある機能の納期が決まっているのに、その機能の使用が降りてこない。周辺システムとの連携インターフェースを聞いても資料が出てこない。 終電過ぎても作業が終わらず、タクシー代を出すと言われていたのに、最後にタクシー代は出せないと言われて泣き寝入り、疲弊しきってプロジェクト後に尿路欠席になった。口コミ19、2021年11月26日、金融庁、短期間に複数のシステム障害を発生、結果個人、法人の顧客に重大な影響を及ぼし、社会インフラの一翼を担う金融機関としての役割を十分に果たせなかった。 当庁はガバダンス上の問題の真因について以下の通りであると考える。1、システムにかかるリスクと専門性の軽視。2、IT 現場の実態軽視。3、顧客影響に対する感度の欠如。営業現場の実態軽視。4、言うべきことを言わない。言われたことだけしかしない姿勢。口コミ20。これで最後です。2021年読売新聞オンライン、みずほ新システム導入後に要因6割減らす。 2019年に導入された中枢システムミノりの運用。2011年3月末時点で、みずほ銀行やみずほリサーチテクノロジーズなど、グループ会社で計490人が関わっている。全面稼働に向けた作業が本格化していた18年3月時点の約1140人に比べて6割近く少ない。開発担当者らがグループ外向けの業務に配置転換されたとみられる。 金融庁幹部は移動した人員規模が大きくノウハウや技術の低下を招いた可能性があると見ている以上がみずほ銀行システム障害に巻き込まれた現場の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてくださいはい本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますのでぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちくださいそれではまた明日お会いしましょうでは。 さようなら。